カグヤの城でお前を襲ったやつがあいつらか。行くぞクラマ。戦闘力はかなりのものだ。気を抜くな。リンネガンの。意外と執念深いやつだ。会場の奴らはどうなんだ、ナルト。もうホタルが逃げ出してる。あと少しだけ逃がせばいい。遅い。逃がしたい。カグヤと我を一緒にするな。暗に食した我とやつは次元が違うぞ。いうこと。俺とサスケ相手にここまで。とんでもねえ奴らだ。粘りますな。うん。ならばこうしよう。どうせこの苗床はきれいに整え直さねばならんか。キツネ、お前は死ぬな。サスケ、あとを頼む。分かった。行くぞ、クラマ。黙ってねえだろうな。いざなると。気がついたのね。ここは君の家だよ。俺のひまわりと母ちゃん、みんな。ボルトのお母さんとひまちゃんは病院で治療を受けてる。父ちゃんはどこだよ。七代目はみんなを守って、奴らに連れて行かれたよ。ボルト、俺の父ちゃんがおかげなんだよ。一日中机の前で偉そうにしてるだけだろ。誰でもいいじゃねえか。
ちゃんがガキの頃は、ほかげのじいちゃんはこの世にもういなかったって言うじゃん。そしたら、親子のこの楽しい状況も知らずに住んでたんじゃねえのかな。父ちゃんのダッセー時代とは違うんだよ。ダッセーな。俺、その通りだな。お前は今回の試験で皆に軽蔑された。額当ても取り上げられ、今や忍びですらない。さらに妹は泣き、母は怪我を負い、父はいなくなった。慕ってくれる妹と自分を心配してくれる母がいなけりゃ、かつてのナルトと同じ状況だな。で、どうする？父ちゃんは、父ちゃんはどうしてきたの？知りたければ直接ナルトに聞け。え、助けに行くぞ。奴はまだ生きている。なんでサスケのおっちゃんはこんな俺のこと気にかけてくれんの？お前は本当は強い忍びだ。俺はナルトに負けたが、お前はあいつに勝る男になれる。どうしてそんなこと言えんだよ。お前はあいつの息子であり、俺の一番弟子だろ。そして何よりお前はナルトよりウスラトンカチだ。ウスラトンカチ、それって負けず嫌いってことだよ。我らを忘れてもらっては困る。おかげをないがしろにしては、五影の名が廃る。すげえ、五影だ。まるでかつてのナルトだな。力が入りそうだ。奴らの元へは俺のリンネガンを使って移動する。屋敷の上に移動するぞ。今この忍界で我ら以上の忍びはいまい。ボルト、これを渡しておく。これってバルト。母ちゃん、ボルト。ちゃんは絶対連れて帰る。約束だってばさ。サナダ、イツキ、みんなを頼むぜ。ボルト、お父さんもよろしくね。